これでね、一発でおそらく松ヶ瀬が何切るんですけど、多分大井がすごい顔をするそこまで予想している石橋さん、いいつもぎりだったよな。松ヶ瀬が何を切って、それを見る大井ねこんなに笑ってしまう、申し訳ない、あまりにも石橋さんの読みが的確で。さあ、阿部まず大井高春、上がって難波の山を迎えます。難一局を迎えました。ドラはチューン、何事かつぶやいている大井、何でしょうか石橋さん。なんすか、なんか呪文とか。呪文毎回よくない呪文。いや、他の人のあの手を読んだりしてたかもしれないですね。先ほどの曲の振り返りですかね。後で聞いてみたいものです。さあ、ドラはチュンです。松ヶ瀬の手に1枚、内川の手、うわ内川きついですね。カンチャン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 、ドラが1枚孤立。内川、近藤は9ピンあんこ、マンズが綺麗につながってます。打点はなさそうだが形はいい。親番大井はマンズが多め、第1打2ピンから行きました。続けてローソー、マンズの染め手を見ていくか。もうストレートにマンズの染めですね、うん、こちらはダブナン重なりました。松ヶ瀬、松ヶ瀬は単品系を狙ってたと思うんですが、ダブナン持ってきたらもう、役はダブナンにシフトしそうですね、うん、あとはポンするかどうかですね。泣いていくと思いますけどね、うん、現状2000点ですけど、赤の受け入れありますからね。ウーソーだったりウーピンだったり、はい、うん、これでイーシャン点になりました。ダブナンポンしてドラを切るんですかね、どうでしょう。切ると思いますけどね。 あとは、はい、これ難しいな。松ヶ瀬の手、近藤イーシャン点、うん、6万とかウーマンとかチーマン、マンズ5、6なら持ってきたら単品3色とか、ね、あ、このローピンもそうですか、はい、ドラ切る、うん、やっぱドラよりも使いやすいですね、こういう、はい、連続系の、あ、ピンズがね連続系になりましたから ね、松ヶ瀬がドラのチュン切りましたが、うん、誰からもお声はかかりませんでした。だ、打点を見るんだったら、あ、チュンよりも、ピンズから、ピンズを横伸ばして単品ですよね、うん、それを見て大井の背中が丸くなっているあ、伸びたピンズがですね、あ、ピンズ、あ、大井の背中じゃないですね、はい、ピンズ伸びてウッパピンの受けができましたね、はい、はい、松ヶ瀬からすぐに太陽ピン付けのリーチが入りそうです。これ怖いっすよ、周りは。だってダブナン、ダブナンね、いずれ統一落としが見えるわけですよね。南茶の人がダブナン統一落としって何、あー、でも今度これいい手になってきましたよ。これはいいな、くっつきのイーシャン点、月の、はい、イーシャン点、チーピンを赤ウーマンと取り替えます。シャーあんこになった。うーん、でもね、松ヶ瀬がいい、すぐリーチ来そう。ん、これはいらない、うん、ウッパーピンスーチーソーのイーシャン点です。E ピンを取っといたところで単用がないですからね、松ヶ瀬ね、うん、うん、受け入れは広がるけどリーチのみがちょっと近くなっちゃうかな、はい、うん、来た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 、これはリーチださあ、ここでフェニックス近藤からリーチが入ります。町はサブローマン高めイーペイコ、でこれでね、一発でおそらく松ヶ瀬が何切るんですけど、多分大井がすごい顔をすると思うんですよそこまで予想している石橋さんイーピンつもぎりだったよな。ってことは松ヶ瀬が何を切って、それを見る大井ねこんなに笑ってしまう、申し訳ない、あまりにも石橋さんの読みが的確で。麻雀は読めないけどね、大井さんの顔は読めるんですね、はい、そうなんですよ。松ヶ瀬のダブナン統一落とし、なんだそりゃっていう顔でしたね今。よく見てますね、さすが大井選手、こういうの見落とせないですからね。 あれがあの難がね、つもぎりか手出しかっていうのは非常に大事なんで、き、はい、うんうん、たー、追っかけリーチまあですよねって感じですね、ですよね、はい、ウッパーピン待ちの追っかけが入りました。松ヶ瀬です。さあ2人ぶつかった近藤の左手か、松ヶ瀬の右手か、あー、パーピン一発松ヶ瀬からロンの声が入ります。8000リーチ一発、太陽ピンクの8000点、トップ目近藤から直取り。これは松ヶ瀬のね、チュン切り、ドラのチュン切りがね素晴らしかったですね。そうですね、うん、6ピンから横に伸ばして、最終ピンを作ってね、8000
1000点の手になるとは思いませんでした。うん、